スラーと飛ばずに早押せんねんっていうことこってね、そんなことに。そこがうまくいかない風任せなのがこのバルーンの難しいところであり、面白いところですよね。スラーと生きることしか見えんねん、なんかイラ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 すると待ってるか。いやー、本当にワクワクドキドキしますよね、このキングラブレース。じゃあ、アンドリーさん、ロープ引っ掛けて引っ張って引っ張って。いやー、俺、カモやけ。そういうわけにはいかないのがこのレースになっています。現在、キングラブレースを行われておりますが、なかなかこの競技エリアに近づく風を探すのに苦労しているようですね。さあ、さっきのね、黄色のキーが取れてましたけど、さあ、そしてつけましたね、韓国のソ・ジョンモクさんのバルーンが飛んでいますよ。放送塔の正面には黄色、赤、青、白の斜めに模様が入ったバルーン。藤岡さんも毎年ね、この佐賀大会には遊びに来てくれているバルーニストですね。7番のバルーンですね。藤岡さんはパパになったばっかりですよ。あらら、それじゃあなんかね、持って帰らんとね。そうそうそう。